太陽の磁場がプラズマ大放出を起こしている様子構成磁場とは構成の内部にある連動性を持つプラズマの運動によって形成される磁場のことである。プラズマの運動は対流に伴って形成される。対流は物質の物理的運動を含むエネルギーの移動の形態の一つである。局所的な磁場はプラズマに力を及ぼし、 相当する密度の増大を伴わずに圧力を効果的に引き上げる。その結果、自家された領域は残りのプラズマに応じてその構成の高級に達するまで膨れ上がる。これが高級面の構成黒点やコロナループに関連した現象を生む。下のスペクトルが上の資料に磁場を適用したことによる税枚効果を示す。構成の磁場は ゼーマン効果を用いて測定することができる。通常、恒星の大気中の原子は、電磁スペクトルにおける特定の周波数のエネルギーを吸収し、それにより、スペクトルに特徴的な暗いスペクトル線を生じる。しかし、原子が地場内にあるときはそれらのスペクトル線は、複数の間隔の狭いスペクトル線に分離する。また、原子が吸収したエネルギーは、 磁場の方向に応じた方向に変更する。従って、構成の磁場の強さと方向は、ゼーマン効果によるスペクトル線を考察することによって決定することができる。構成の分光変更系は、構成の磁場を測定するために使用される。この器具は分光系と変光系とを組み合わせて構成されている。構成磁場を測定するために使用された。 世界初の分光変更系はノルバルである。ノルバルは、フランスのピレネー山脈にあるピクデュミリ山のベルナールリオ望遠鏡に搭載されている。過去150年にわたって行われた磁気センサ測定や、樹木の年輪に含まれる 14C 量測定、氷床コアに含まれる 10B 量測定など、様々な測定は10年、100年。 千年それぞれの時間スケールで太陽の磁場に変動性があることを証明した。太陽ダイナモ理論によれば、構成の対流域は構成磁場に影響を与える。伝導するプラズマの循環対流はダイナモに似た働きをする。この働きは構成の磁場を変動させ、双極磁場を生む。構成は井戸ごとに異なった速度で自転するので、時期は 構成の周囲をまとう、磁束のロープのように、環状体に巻かれる。そうしてできた磁場は、高濃縮されることがあり、高濃縮事情が構成面に現れるとき、活動性が増す。電動性のガス、または液体を持つ天体の磁場は、自分で電流を増幅させ、したがって、自分で磁場も生む。これは異なる自点速度やコリオリの力、電磁誘導による。 電流は、莫大な数の回回路と閉回路へ複雑に流れ、それゆえ、回路のすぐ近傍の電流による誘導事情は煩雑にねじれている。しかし逆に、回路の遠方では、反対方向に誘導事情が流れるため磁場が、相殺され、相極磁場が、距離に対して弱まっていくように残存する。主な電流の流れは電動性物体の主な、 運動の方向であるため、磁場を生成する主構成要素は、双極磁場を持つ天体の赤道面上の回路であり、したがって天体の自点軸と構成表面との交差点の近くに磁極が形成される。すべての天体の磁場は、パルサーのような特別な例外を除いて、一般には自点の方向によって決まる。ダイナモ理論の他の特徴として流れる電流は、 直流ではなく交流である。電流、それに伴って生成される磁場は絶えず時点の軸と何らかの関係を持つが、どちらも多かれ少なかれ周期的に強さを変化し方向を逆転させる。太陽の主要磁場は11年ごとに方向を逆転する。その結果、逆転する時期の付近では磁場の強さが衰退する。衰退期間には、 太陽黒点の活動はピークを迎える。結果として、高エネルギープラズマのコロナや太陽系内の宇宙空間への大放出が起こる。急速に衰退する磁場の領域の近辺では、近接する黒点が持つ逆方向の磁場との衝突は強い現状を生じる。この強電場は電子と陽光を高エネルギーまで加速させ、極度に高温のプラズマを太陽表面から放出し、 コロナプラズマを高温に熱する。天体のガスや液体が非常に高年生であれば、磁場の逆転はあまり周期的でなくなるとされる。地球の磁場がその例であり、この場合、高年生の外角における乱流によって説明される。高性黒点は、高性の表面において、磁気的活動の激しい領域である。太陽の場合、太陽黒点と呼ぶ。高性黒点は、 構成内部の大流層で生成される、磁束管の下肢の部分である。構成の自転の際により、磁束管は、ねじれ、引き伸ばされ、低温の大流層及び磁場生成層を内在する。コロナループは、構成黒点の髪型に形成されることが多く、コロナの中まで伸びる、磁力線から形成される。また、コロナループはコロナを100万系以上まで熱する。 構成黒点とコロナループに関連するジバはクレア活動やコロナ質量放出につながる。プラズマは数百零零零零系に熱され、粒子は加速子構成の表面から非常に高速で放出される。表面の活動は主系列性の年齢や時点速度に関係するようである。速い時点速度の弱年の構成は強い活動性を持つ。一方で、 太陽のような遅い時点をする中年の恒星は他の恒星よりも弱い周期の異なった活動性を示す。恒例の恒星の中にはほぼ活動性を示さないものがあり、これは太陽のマウンダー極小期のような一時的衰退を始めたものとみなされる。恒星の活動性を時間的異として観測することは恒星の時点速度の異を決める上で有用性を持つ。 磁場を持つ恒星は周囲の宇宙空間に磁気圏を展開する。磁気圏による磁力線は恒星の一方の磁極から出てもう一方の磁極へ入り平曲線をなす。磁気圏は磁力線を流動させる恒星風によって閉じ込められた家電粒子を収容している。恒星の時点に応じて磁気圏も家電粒子を引きずりながら回転する。恒星が 高級から高性風とともに物質を放出するとき、磁気圏は放出された物質にトルクを加える。この結果、高性から周囲の宇宙空間へ核運動量が移転し、高性の時点速度を抑える働きが起こる。早い時点をする高性は質量損失率がより高いため、核運動量の損失がより速くなる。時点速度が遅ければ、 各運動量の損失も遅くなる。これにより、構成は無回転状態へ至ることはないが、徐々に無回転状態へ近づいていく。SU アウリガエの表面磁場をゼーマンドプラ法を用いて加工した画像を押し座 T 型星は、重力収縮を通して熱せられているが、核で水素を燃焼し始めるに至っていない、前種系列性の一種であり、時期的に活発な変更性である。 それらの構成の磁場は、各運動量を、周囲の原子惑星系円盤に移転させる強い、構成風と相互に影響し合うと考えられている。これにより、構成は衰弱するように時点速度を落とす。急速で、不規則な変動性を示す小型の M クラス構成は、先行性として知られている。それらの構成の活動性は、大きさの割にとても強いが、恒星の変動は、 フレアの影響によると仮定されている。それらの構成のフレアは、構成の高級面の20%上まで広がり、青及び紫外線のスペクトルに分類されるエネルギーを多く放出する。惑星上成分は、赤色巨星が合層の広がりを形成しながら外層を放出するときに生まれる。しかし、合層が常に、 玉対象型であるわけではないということは依然として謎のままである。惑星上成分の80%は休憩をしておらず、代わりに双極性成分や楕円成分を形成している。非休憩となる一つの仮説は、構成の磁場による影響である。プラズマは全方向に均等に広がるのではなく、実極を経由して放出されやすい。 惑星上成分における中心の恒星の観察では、少なくとも4つの例によって、非常に強い磁場を形成していることが確かめられる。大質量星が熱核融合をやめると、恒星の大部分は中性子星と呼ばれる、中性子の小さく高密な天体へと崩壊し始める。中性子星は、元の大質量星から大半の磁場を維持するが、小さく、高密に崩壊するので、 磁場の強さは劇的に増加する。中性子星の高速時点は観測者へ、周期的に向かうエネルギーの細いビームを放出する、パルサーを生じる。小さく高密で高速時点の天体は、極めて強力な磁場を持つ。新たに誕生した高速時点する、中性子星の磁場は、とても強力なので、中性子星は、急速に時点速度を100から1000倍ほど、 減衰させるだけのエネルギーを電磁気的に放出する。中性子星に落下する物質は磁力線に従うため、中性子星の表面に物質が到達し衝突できる二つの極地的な点が生じる。その二点は直径数フィートだが非常に輝いている。時点中の周期的な限りは変更に伴う光放射の源であると考えられている。極端に 磁場の強い中性子星はマグネターと呼ばれる。マグネターは通型超新星の結果として形成される。その存在は1998年の SGR1806 から20の観測によって確認された。マグネターの磁場は表面温度を1800万系まで上昇させ、ガンマ線バーストでは莫大なエネルギーを放出する。 高速に近いプラズマの放出はとても若い銀河の中心にある活発なブラックホールの磁極の方向に沿って観測されることが多い。ありがとうございます。